じゃちなみにちょっとしての情報なんだけど、はい、そのツアーでさホテル2部屋 しかなくてさ、はい、ハンナさんと大君がね、はい、一緒の部屋になるんですよ、はい、してそのもう女性と同じ部屋で寝るっていう風になってるんですけど、これ結構ヨーロッパだと普通です。おはい、あの全然ありえますよ。俺なんか一回もうなんかバスタオルだけここ巻いてさ、女性がシャワーから上がってきた、はい、ヒーロー次ね、あのシャワー浴びていいよみたいな感じになると俺どうしようっていうような感じになったりとかしたけど、この結構全然そんな気にしない、うん、だったりとかするからね、結構これはあの日本の方には想像できにくいんじゃないのかなっていうふうに思いますよね、はい。そしてたまちゃん、はい、ロッカー、はい、ロッカーはやっぱりねブルーノだよね。はい、俺このブルーノさ結構俺は本当に驚き、こうなるのは本当にそのツアーの俺もこれでツアーははっきり言って大成功だと思う。はい、その要するにさブルーノっていうのはやっぱ自分のスタイルっていうのはとっても強くあると思うんだよ。自分のそのプライドっていうか、はい、自分の信念っていうものはねしっかりあるんだけどさ、でもさここでさその空港でピアノが置いてあってね、そこでその同じポーランド人のさ、はい、クラシックのコンクールでずっと負け続けてたそのライバルがさ、うん、弾いてんだよ。でもさブルーノはさここでお願いするんだよね。もうこのライバルっていうのはピアニストとして有名になってるからさ、はい、その何ブルーノがさ多分今までのブルーノだったらさ俺はこれだっていう風にやって勝負しに行くと思うの、はい、でもさあの要するに彼にお願いしてさ、うん、バンドを有名にしたいから協力してくれないかっていう風にお願いできないよね、うんうん、こんだけこのその何プライドの高いブルーノだよ。今までねぶち切れててね水をぶちかけたりとかしてたブルーノだよ。だけどこうやってブルーノが動いたのが要するにさっき言った、はい、そのダイがさ、はい、リクエストの曲でここまでやったんだよね。だからやっぱりこのバンドっていうのは多分ね大事にしようっていうふうに思ってそのここまで自分の多分俺は信念をね曲げたっていうかこの方向性を変えたと思うんだよ。はい、だけこれがお願いできたのは要するにやっぱ大君とラファーの様子、まあ、特に大君だと思うけど、はい、してそれが要するにバンドのことになって、うん、してそれでやっぱ結果が得られたからさまたそれが自信につながってっていう風なことになってると思うんですよ。だからもうこれがある限り、はい、俺はバンドのツアーはもうはっきり言って成功だと思う、うんうん、これがもうむちゃくちゃ大事だからね結局は、はい、そしたらあとはいい音楽できるから絶対に。だけどこれは素晴らしいなっていいシーンだと思う本当に。パナラボいいね。ここでガブがまた優しいんだよねちゃんと、はい、その何ブルーノはこれちょっと有名になりつつあるからさオファーが来るんだけど、はい、その時にさこう一言声かけてあげるんだよね、うん、こういうのね。だから同じミュージシャン同士だとなかなか言えないことってやっぱあると思うんですよ、はい、でもそこに一人その同じ仲間なんだけど例えば僕らで言うとさ衣装の人だったりとか、はい、だったりとかあとその何ジャケットのことを考えてくれてる人だったりとか照明さんだったりとか PA さんだったりとか、はい、あとはもう全然音楽と関係ないそのなんていうのかな手伝ってくれてる人とかいう風な人たちの存在ってのがさまた違った見方違ったことを気づかせてくれたりするじゃない、はい、だけそのこのガブの役目っていうのはすごく大きいと思う。多分ミュージシャンだけでグーッと移動してるとぶつかりまくる可能性あるよね、うん、だからこういう風な人がやっぱいてくれると一人ね、はい、助かったりとかするよね。本当に組織って難しいですパノラボ。はいはいダマちゃん、はい、それでフェスですよね。フェス来ましたよ。来ました。フェスに来ましたよ。ちってもね、すごくちっちゃいね、フェスなんだけど、はい、ね、
これはね楽しみだね、どうになるかなっていうふうに思います。はい、そしてこのフェスってのはね本当にいろんな人たちがいろんな思いを乗せてやってるんだよね。これがこう少し多分見えると思うからさ、うん、すごくいいと思うし、それに大君がどう答えるのか、このナンバーファイブがどう答えるのか、そしてそのプロミュージシャンたちがどう影響を受けていくのかっていうのはね、これむちゃくちゃ楽しみだよ。はい、僕らもさそのフェス行ったじゃない。はい、そして俺ら出演するだけだけどさ、でもずっとトイレのさ見回りをしてさ、その仮設トイレのさ、はい、中身の容量を確かめてちゃんと交換してとかさ、あとその皆さん騎馬武者ロックフェスでさ、僕が、はい、僕が T シャツを着てた、今日は宮田モータースですけど、騎馬武者ロックフェスっていうそのフェスで、あの伝説的なことが実は起きてて、2日間だったんですよ。はい、そしたら雨が降って、1日目にして、2日目はもうさらに降るってなったら、1日で一番でかかったステージを屋内に移動させたんですよね、皆さんが、そのフェスの皆さんが。はい、もうあんなん信じられないよね、ミュージシャン全員驚いてたよね。もうあの泉谷茂さんとかさ、あの敏郎さんとかがさ、はい、もう信じられないって超びっくりしてたよね。はい、いやあれは本当に、だけどその要するに音楽やるってさ、その俺らミュージシャンなんて表に出てるだけでさ、はい、いろんな人たちができた、ただ、うん、単なる結晶じゃない、はい、だけそこのところがねこうどんどん描かれててさ、なんか本当この石塚先生のこの一人一人が主役って感じ、一人一人の人生をむちゃくちゃ感じるからさ、はい、いいなっていうふうに思うよね。はい、本当に素敵。結局だから俺らはそういうふうに与えてくれた条件でどうするのかっていうふうなことをもうやるしかないからね。はい、なんかね、こうなんか俺ここを見てるとね、いいなって思う。はい、うん、なあ、やっぱフェスの面白さっていうふうな、そういうのもあるよね。要するに音楽的な面白さだけじゃなくて、やっぱフェス独特のそれぞれのフェスの面白さ、はい、このホルストジャズフェス、はい、ぜひどんな感じになるのかっていうのが次の7回以降なんだね。はい、あー、むちゃくちゃ楽しみですね。いいと思いますよ。ぜひだから皆様ね、うん、そうフェスっていうのはいろいろあるけれど、そしてヨーロッパは本当にフェスがとっても多いです。日本もいっぱい増えたけどね、ヨーロッパのジャズフェスっていう風なのがいっぱいあって、うん、いろんなところで開かれてるから、だからツアーに行くことが多いんだよね。あー、なるほど、うん、よかったよ、本当。そう、俺らもポーランドのジャズフェスに出た時さ、はい、その本当正直なんだよ、お客さん面白くなかったら帰るんだよね。これ五感で書いてるけどさ、はい、でもやっぱりねスタンディングオベーションっていうのはやっぱりね良かったらするんだよ。それをねやっぱりもらった時やっぱ嬉しかったね。だしフェスの人たちが誇らしげにね、はい、ありがとうございましたって自紹介するんだよね。もうそれだけで本当にミュージシャンやっててよかったなってすげえ思いますよ、はい、じゃあ。まあね、ちょっといろいろあるけどね、はい、クラシックの人とさこのジャズの人がセッションするとっていうのはね、でもヨーロッパに行った時結構ねクラシックミュージシャンとかも、はい、いろんなミュージシャンがジャズセッションに来たりとかしてたから、うん、まあ、こういうこともあるかな。あとドラムが酒井を使ってるとかね、日本のメーカーのね俺のスネア酒井だもんね、はい、なんかこういうことがあるけど、たまちゃん、はい、5、6回終わりましたよ。はい、いいね、ちょっともうペース上げちこうぜ。はい、7、8、9、10、11やな。はい、いやブルージャイアント、ちょっとぜひ、ね、またなんか皆様ぜひリクエスト、こういうところも教えてほしいなっていう風なのもコメントに書いていただけたらなっていう風に思いますので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしければお願いいたします。ありがとうございました。